皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを同世代応援 YouTuber 美和子セラピスト水野めぐみかずみです。ちゃんと見えるこの高島のね、高島市のこの愛花っていうね、商品券なんです。商品券みたいなもんなんですけど、一応ね高島の通貨ですね。これね、だいたい毎年年2回か1回配布されます。ずっとね、あのコロナがあってから、まあ、日本の、ね、全体で言えば給付金がありましたよね。それと同じで、高島市は、1人につき、一番最初は1万円の商品、いや1000円ですね、お姉さん1万円だ、1万円分の券、ということ でそれから以降はね5000円っていうこの愛花のね券、ですね、5000円分っていう1人に 1人に5000円分というこのね高島通貨がいただけるわけで、今回もね、来ました。でこれね結構ね ありがたいです。ガソリンスタンドでも使えたりとか、あとはセブンイレブンですねでも使えたりするので重宝させていただいております。地方によってはねこういう通貨があるところとないところがあるとは思うんですけれども、まあ、高島市はありがたいことに、こういうね通貨があって、たとえね年間に、5000円でも1万円でもめちゃめちゃね助かっております。高島に、ね、住んでよかったというか、まあ、私ね滋賀県がめちゃめちゃ大好きなので、よかったなと思います。はい、というわけでね、これが、まあ、家族1人分ずつあるわけなんですけれども、これはねもちろん、子供たち、ね、にも1つずつあれして、私もね5000円分を使わせていただくんですけど、大概ね食費かガソリン代に消えます。はい、でもねやっぱり1人頭この5000円分っていうのはめちゃめちゃねありがたいことでね、助かっております。はい、というわけでね今日はね室内からなんですけれども、今日今から、ハウスの方をちょっとねお天気は悪いんですけれども、少しだけ日が照ってるのでハウス内の気温がね気になりますので、気温を見て、扇風機をかけるなり不織布を取るなりしてのタニパトと、あとは今日お昼からちょっと用事がありますので、もう市場ですので、こう谷君のこととか全然関係なくってちょっと市場で、用事があって、私自分ごとではないんですけどちょっと病院の方にね、行ってきます。まあ、お見舞いという形でね行ってきます。あとは、もうお休みは今日までって言ったら変なんですけど、本当はね昨日ぐらいから、作品作りとかまたね頑張ってしなきゃならないんですけれども、なかなかね重い腰が上がらない私なんですよ。このアフカの方はちょっと消しておきたいと思う。シワッと見えたから大丈夫かな、消しておきますが、なかなかね、一日のうちにこう腰がね重い腰がね全然上がらないんですよ。1月も、まあ、出店全部終わりました。そして、ね、昨日から申しております通り、グリーンサンタさんとのね、レンタルボックスをもう開始させてもらうのにあたり、発送納品もさせていただいたということでね、もうね体全体がほっとしてしまって、なんで昨日はお友達がね誘っていただいたので、昨日は岐阜までね谷区狩りに行ってきたわけです。はい、でそのまた模様はこの後にねつけさせていただこうと思っております。岐阜のねサボテン村さんというサボテンと、ま、多肉植物の、多分ね生産をされているところです。ハウス見学が無料だったりするので、ちょうどねお昼から行ったので時間がなかった、バタバタとその、ハウス見学っていうのはね事情によりっていうのはハウスがね寒さで全部締め切ったままなんですよ。でその、まあ、パッカーでねパッカーっていうかハウスって誰かよく分かると思うんですけど、パッカーっていう止め具でね全部ビニールを全部止めてあって、でそれを、まあ、2、3箇所止めてあるんですけど、それを取って入ってっていうハウスがもうねいくつかな100連まではいかないですけど多分50連ぐらいは並んでるんですよ。
で通常、天気が良い日は、ハウス開けてあるそうです。だけど昨日はめちゃめちゃ寒くって、あのハウス内をねどうしても閉めとかなきゃならないっていうことでね、お手数なんですが、もうそうなんですって言われて、あの 2,3 個ね開けて、入ったもんですけど、あの事務所の方にもう一度戻りまして、やっぱり聞いたところ、もう一度一度ねちょっと外してもらわないと、ちょっとこの寒い時期はあのダメなんですということでね、私、作品作りに右手が腱鞘炎って言いましてなのでもう全然ね、手が効かなかったんですよ。でお友達の方もやっぱりそのやっぱりつけて外してつけて外してが、あの全部見て歩かなきゃならないのも、ちょっと疲れたということで、3連か4連ぐらい見たところでもう断念して、なんていうのかな、事務所の近くの、販売、受注って書いてあるものは販売できないんですけど、受注って書いてある以外は、値段とか全然貼ってないんですけれども、それを持ち込んで、事務所に持っていくと、値段を言ってもらえて、で買えるっていうものなんです。でサボテンのハウスの方もあのカゴとスコップを持ってね掘ってあの畑に植わってるんですよ。それを掘ってあの持って帰ってくるということで、もしあの値段的にねあの自分の予算と違うわっていうことでしたら、あの全然、置いていてもらって大丈夫ですっていう、あのめちゃめちゃね良心的な、ハウスの見学ができて、あの台が買えるんですけれども、でその中で、インスタグラムでもね時折投稿されている多肉それはまた見てからの楽しみということで、そしてあの一つだけね、名札が横に置いてあったので、あのその名札付きのサボテンの苗を1個買ってきましたので、そちらの方のね紹介と、あともう1件、いつもあの義務の方へ行くと買いに行ったりとか行くんですけれども、こちらが飯山ガーデンさんです。飯山ガーデンさんの方は今回5回目私は5回目になって、何度か多分 YouTube の方の、行ってきましたっていう動画にね公開させていただいておりますので、またね住所の方とかは、サボテン村さん飯山ガーデンさんは、概要欄の方にね付けておきます。はい、そういうわけでね飯山ガーデンさんでも一つちょっと気になる最近というか、この寒さでね、寒さでどうかなっていう、育てられへんかなっていうことで、ミニ温室をね、ハウスの中のミニ温室っていうのを作ったじゃないですか、あの寒さに弱い子のための。でそれでやっぱりアエオがね全然育つんですよ。なのでそのアエオニウムも可愛いので、ちょっとね一つだけ気になったアエオニウムがあったので、それも買ってきました。あともう一つは、以前あのお友達とか今日ね昨日、一緒にいたお友達からねいただいた、多肉が耐えてしまって、でもう一回いただいたんですけれども、それがねあの耐えてしまったらあかなの で見たらね、群生でね売ってたので、そちらの方もね、ちょっとね育てて増やしてみようかなと思って、購入をしました。そしてあと雑貨と、その、様子はまたこの後に作させていただきます。で今日はね、ハウスの方に戻って少し多肉ごと多肉ごとですね、させていただいて、であの夕方には、今日こそは夕方にはあのアップしたいと思いますので、あのこんなところで謝っても仕方がないんですけれども、昨日一昨日と夜中とか、次の日のあの編集になってしまい本当に申し訳ありません。まあ、今一日どこか出かけるとどうしてもね疲れて寝てしまうというお年頃なんですよ。申し訳ないです。わかりますでしょうか。同世代の方なら分かっていただけると思います。もうね一日ね何か出たりするとね疲れてしまって次の日何もできなかったりとか、家帰ったらすぐ寝てしまったりとかで全くね動かないんです。体がね言うこと聞かないんです。もうここ気持ちはね若いと思っていてもね全然言うことが聞かなくって、こうやってね喋ったりすることで脳をね活発化させてボケ防止にもなっているかなと思ってやっていることですので、こういう風にやっているおばちゃんを応援したいなと思われる方はぜひねチャンネル登録そしてコメントお待ちしております。私もなんですよっていうね、私ももう更年期
真っ最中です、もう更年期はね過ぎたんですけど、あの更年期真っ最中ですとかね、あのあらかんなんです、もうお仕事辞めてね多肉にハマってるんですとかね、あの毎日あの一人でね多肉友ちゃんがいなくて寂しいんですという方はね、あのぜひぜひねコメントください、仲良くしましょう。そして今日はねここまでになります。あのちょっと お部屋の方めっちゃ散らかってるの気になるかもしれませんが、あの今日はここまでとさせていただきます。そしたらねまた来てくださいね、バイバイ。